はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、おかぴでございます。私は今羽田空港の第3ターミナル1階におります。今回はタイトルにある通り、羽田空港3000円でどれだけ楽しめるのという検証をやってみたいと思います。まあ私自身もねちょっとやりたかったので、そのために今回はね飛行機には乗らないんですけど、乗らなくても空港をどれだけ楽しめるんだろうっていうチャレンジですね。今回ね使える時間なんですけど、今が午後の14時45分ぐらいで、ここの羽田空港をね出るのがまあ大体19時ぐらいかなと思っています。なのでだいたい4時間ぐらいですかねを目安にして楽しんでいきたいと思います。で、回る順番なんですけど、羽田空港はターミナルが 1,2,3 と3つあります。このターミナルのこの配置の関係で、第3,1,2という順番でね回ろうかなと計画しています。と最後に1点、羽田空港だとね撮影に伴うルールが制定されていてですね、で例えば、まあ、今書いてる通り歩きながらの移動はダメですよとか、まあ、収益を伴うのは申請が必要ですよとかっていうのがあります。ちなみにこの動画 YouTube の動画は収益化していないしないので、はい、こうやって今回は撮影していきたいと思います。はい、では早速本編に入っていきます。はい、ひとまず出発ロビーがある3階に来ました。で、第3の4階と5階はね結構利用客を楽しませるワクワクさせる施設いっぱいあるんですよね。例えばちょっと見えにくいですけど、今画面に映ってるこの辺りとかですね。はい、なので4階までとりあえず移動してうろうろしていきます。はい、4階まで来ました。こんな感じでフォトスポット、顔出しパネルもありますね。はい、ここですね、1個の名物は江戸を再現した江戸小路。ここに左右飲食店があるんですよね。こんな感じで、ツルトンタンめちゃ行列じゃん。キャラクターグッズのショップもあるね。ここはラーメン屋さんだね。ラーメンだ。世田谷だって。ラーメン屋さん、世田谷。あ、羽田空港限定ラーメンとかもあるよ。はい、今度は移動してね、5階1個上がってきました。で、5階はね、実は私行ってみたいところがね、3箇所もあるんですよね。はい、そう、1個目がこのホットゾーンのところにあって、もう1個がねこのクールゾーンにあってって感じで、そうで、もう1箇所はねこの展望台なんですよね、目の前にあるんけど、どうしよっかな。とりあえずめっちゃ一ちゃん行ってみたい、このクールゾーンのところ行ってみます。はい、着きました。実はこのクールゾーンの奥にあるプロント、プラネタリウムがあるんですよ、空港の中に。で、入場料払って入るんですけど、ここでねちょっと一回見てみたかったんですよね。あ、こんな感じだって書いてた。プラネタリウムね満席だったので、先にホットゾーンにあるこちらのカフェに来
来ました。ここね、羽田空港で唯一の、展望カフェって書いてあったんですよね。多分カウンター席特に座ると、この滑走路見ながらこのカフェで食事とかドリンク飲んだりできるっぽくて、ちょっと行ってみましょう。メニューはね、コースターコーヒーとかのコーヒーとか、あと食べ物はね、カレーとか、あとドーナツとかはね、いろいろありましたよ。そして私注文したのはアイスフラットホワイト、500円でした。さてさて、注目の景色はドーン、目の前に滑走路、本当だった。屋内なんでね、暑い寒い気にせずぼーっと見られるのがいいとこですね。コンセントもあったので充電しながらできるのもありがたいです。いや、ごちそうさまでした。すごくいいリフレッシュになりました。で、今展望デッキに出ようかなって思ったら、ここなんだ、おもちゃがいっぱい売ってる博品館っていうところになんかね、音が聞こえるの、なんだろうって、賑わってるなって思って見たら、ちょっと見てみる、これ見てよ、これね、スロットカーで遊ぼうって言ってサーキットがあるんだよ。これはい、展望デッキ出てきました。熱っ熱っ。そう、第3ターミナルは国際線のね、あの出発と到着もあるので、あのいろんな飛行機、あの海外のね、ちょっと変わった飛行機なんかが見られるのが特徴ですね。そう、第1、2、3でそれぞれね、展望デッキあるんですけど、やっぱね、見どころとか違うので、その辺も含めて紹介できたらいいなと思います。おー、ちょうど着陸だ。おー、あれはどこだろう、ちょっと画面小さくて申し訳ないだろうけど、カナダかな。隣はどこだろう、わからない。いや、なんだかね、さっき言ったプラネタリウムがなかなか開かないっぽいので、なので一旦第3ターミナルの他のエリア見て、で、まあ、先第1行っちゃおうかな、第1行って、その後また夕方夜ぐらいに第3戻ってくるので、まあ、その時にもう一回プラネタリウム見てみましょう。というわけで一旦中に入ります。さてさて、もう一個ね、見どころがあるんですよ。第3ターミナルめっちゃいろいろあって、とりあえずこの羽田に日本橋行こう。ここですね、行ってみよう。こんな感じで再現レプリカっていうのかな、こういうのがあるんだね。羽田日本橋のそばにね、こんな感じで、これはなんて言えばいいの、なんか茶屋、お茶屋さんみたいなさ、にありそうな和風のこういうね、傘がついた休憩場所があって、ここからね、こうゲートとかね、こう搭乗手続きのこのエリアを眺めながらぼーっとできる、こういう人間観察もね、あの私は大好きなんで、私はこういうところが一番好きかもしれない。さっきのあの日本橋渡ってちょっと先に進んだ、ここ5階なんですけど、奥ね、そんなに飛行機マニアじゃなくてもめっちゃ楽しいっすよ、ここ。ちょっと近づきますね。こんな感じで各国の飛行機の、航空機のね、デザインと機種の書いてるんですよ。実際に発着してる便ですね、これは、おそらく。
ちゃくちゃ小ネタなんだけど、今ね吉野家の前に来たら、やっぱり海外の人がたくさん利用するのを想定してメニュー表がね、何の食材を使ってるか、こんな感じでねイラストで書いてある。これをねちょっと面白いなと思った。他の店舗でもね実施されたら面白いのね。オープニングを取った第3ターミナルの1階に戻ってきました。というわけでとりあえず第1ターミナルにね移動したいと思います。はい、第1ターミナルに無料連絡バスで来ました。早速ね入ってうろちょろ散策してみましょう。いや1階の今ね南入口かな、入ってすぐさこんなのあったんだけど、見たことある？世界の機内食だって。ここはフードコートかな、地下1階に来たんですけど、すごいね私好みのお店があって、あのここなんですけど、よくないですか空港らしい、あのフライヤーとかけてるフライヤーっていうねメンチカツとお惣菜、あの名前がめちゃくちゃ気に入りました。以上。あ、以上って言ったけどこんなの売ってるらしいよ、羽田新名物丸メンチ。へえ。なんか1個ぐらいね空港限定の食べ物飲み物とかねあったら食べてみたいな。今これ地下1階だけど上に上にね今から上がっていきます。こんなのあるんだよ、知ってた？航空神社だって。ここな、存在知ってる人少ないだろうな。なんか1階はね到着ロビーがあるから、そんなにたくさん何ショップとかってよりはレンタカーとかね荷物を送る何にかんだりかんやりみたいのがいろいろあるから、2階行ってみようかな。2階に着いたけど、まあ、とにかくいっぱいあるっていうのは分かったまた端から巡ろう。お土産コーナーで羽田限定品たくさんあります。和菓子から洋菓子までいろいろあって、これはおせんべいですね。でこれはシュー生地を粒あんで包んだ東京シュクレアン。あ、これすごいぞ、金色の飛行機型のカステラですよ。ゴージャスですね。お土産いいですね。であとお酒、ビール、日本酒、梅酒とかもね、お酒類もいろいろありましたよ。今映してるのはビールの棚ですけど、ビールだけでも東京都内のビールが勢ぞろい、さすが羽田空港といった感じで。いや見てるとね飲みたくなってくるんですよね、本当に困っちゃいます。こんなお土産あるよ、羽田空港限定スカイエールビール。羽田なのに北海道のドサンコプラザアンテナショップあるんだ。しかもカフェとイートインスペースもあるっぽいよ。ちょっと行ってみようか。はい、2階上がったらねアイヌ伝統文化が感じられる小物とか工芸品とかが売ってました。でね店内こんな感じで広くて空いててゆっくりできそうでいいですね。で北海道名物がいろいろありますよ、食べられるんですね。これ何にしましょうか、何か食べたいな、なんだか映えそうなドリンクがありますが、しかしこれも悪くないけどやっぱり飲むならこっちですよね。はい、というわけでねソーラーチ買っちゃいましたはい、いただきます。でせっかくなので美味しそうだったので残儀も追加して買っちゃいました。
そうさまでした。1階のアンテナショップでお酒も売っていて、で1階で買ってね、2階のイートインで飲むのもありですね。でおつまみもね、あまりに魅力的すぎるので、ここで買って食べるのもだいぶありですね。ここはちょうど中央かな、吹き抜けがあってお土産が両サイドにあるから、多分2階のセンターだ。ちょっとうろうろしてみよう。なんかこの辺ね、面白い自販機がいっぱいある。ほら1個目にインスタントラーメン自販機、見たことないよこんなん。あ、見て、羽田空港ラーメンとかある。ちょ、何が違うか分かんないけど、で、すぐそばにこんなのもあんの。リンゴだって。生リンゴ、カットリンゴが入ってる。で、さらにさらに隣にかわいい、めっちゃかわいいポケモンの自販機。あれだ、空港限定のストラップ？ストラップが売ってるんだ。3階に、行きたい。なんかこれね、ネットで見たんだよね。なんだっけこれ、おもちゃとかの専門店だったはずなんだよね。はい、店内入るとね、一面おもちゃですよ。すごい、これは何人ものね、わらべが吸い込まれば母親に連れ出されるという光景を目にしました。あとそうだ、このフロアのね、スタバがね、めちゃくちゃ行ってみたかったんだよね。カウンターから出発1個下の階のね、4階と5階はね、ショップとかレストランがあったので、大胆に飛ばして6階に来ました。6階はね、展望デッキがあるっぽくて、あのね、第1ターミナルのね、展望デッキはぜひ夕方に来てほしい。理由は行けばわかる。はい、来ました。なぜかというと、はい、ちょっと映りにくいかもしれないですけど、飛行機までの距離が近いのと、西側なんですよね。デッキが立ってるのが西側なので、西日、夕日と飛行機が同時に見られる、しかもめっちゃ近くで見られるっていうおすすめスポットです。近くに行ってみましょう。カウンター席、スタバ開きましたよ。見たかった景色がこちらです。じゃ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 んじゃん。さあどうでしょうか。2階のね、出発ロビーエリアがよく見えるんですよ、ここのカウンター席。最高ね。ね、空港行き交う人々のね、こう人間模様が見られて観察できて、それが最高です。はい、皆さんね、どこに行くんでしょうか。はたまた帰ってきたのでしょうか。気になりつつ、ではね、ぼちぼち第2ターミナルに移動したいと思います。はい、第2ターミナル1階到着しました。で、1階の端っこにね、こんな不思議なものがありましたよ。
自販機レストランだって。2階に着きました。2階は、各航空会社のチェックインカウンターと出発ロビー、出発ゲートか、あとお土産がずらーっと並んでますね。やっぱりお土産コーナーもさらっと見つつ、なんか面白いのがあったら買ってね。あとはサクッとまた3階に行きたいと思います。第2ターミナルの屋上じゃない、天井っていうのかに天の川みたいなデザインがあった。意外と上見てないと気づかないねこれ。でさあ後ろ振り返ったらこんな感じで、これは何だろうね。なんかパッと見ね、私の目には気球みたいだなって思って、でもこういう感じでちらほらこうね、アートなのかながあるみたいです。ネットでも調べたら出てきたんで、気になる人はあのどこにあるかとか検索してみてください。3階4階はねまたショップとレストランだったのでパスして、いきなり5階展望デッキがまたあるフロアに来ました。でここの展望デッキもねなかなか見事なものだと聞いているので行きたいと思います。第2ターミナルにねわざわざ夜デッキ来たのは、夜になるとね LED がここ床開か光るんですよ。こんな感じで床がね LED で夜になると点灯して、で点滅をしてって反対側を見ると、おー目の前にドーン、飛行機ドーンって感じで、たまたまだけどこれ運いいね、見える？これさ鬼滅ジェットだよね、鬼滅の刃コラボラッピング車だよね。でずらーっと機体が並んでて、しかもね夜だから滑走路もね LED で点灯されてる。これは見物だね、夜までいてのよかったわ。すごいね、2階歩いてたらすごい、リンゴ、さっきあったリンゴもあるし、くまモンのやつも福岡、富山、山形、秋田、北海道、インスタントラーメン、すげえな、オールスターじゃん。めちゃくそ可愛いんだけど、秋田犬のマスコットとか。よし、じゃあちょっとね飲食店も全部混んでて大変だから第3ターミナルに戻ろうかな。ちょっとこっちの第2がね手短になっちゃったけど、はい、もうちょっとゆっくり見たかったけど第3に移動します。はい、夕飯は第3ターミナルから少し歩いたところにある商業施設羽田エアポートガーデンでいただきます。いろいろね迷ったんですけど、エビワンタン塩ラーメン、こちらに決定しました。ここね、住友不動産が運営する商業施設みたいです、ね、飲食店以外にもファッション、雑貨、お土産品などおしゃれなショップがたくさんあってね、なかなか面白い場所でしたよ。外国人向けに日本の名産品とかもねたくさんありましたよ、ね、飲食店思ったより空いてたので穴場なのかなって気がします。そしてねちょっと申し訳ないですけどバッテリーがほぼゼロになっちゃったので、はい、ここら辺で動画はぼちぼち終わりになります。ごちそうさまでした。はい、今回はですね羽田空港で3000円でね何ができるかなっていうのを、調査してみました。非常に楽しかったですけども、なかなかねターミナル一個一個がやっぱ広くて回りきれないといや私ねゆっくり回ったのもあるんですけど、
なんか見切れなかったなとかね、もうちょっとゆっくり見たかったなっていう部分が結構ありました、体感。なので、まあ、次ねもう一回ちょっとリベンジしたいなと思ってて、次やるときは時間を延ばしたりね、あとは3000円だったの5000円とかに変えて1日楽しむとかっていう風にして、各ターミナルをねもっと深掘りしていけたらなと思います。参考になったら、嬉しいです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。